隣の芝生は青い。カフェの隣の席で日本人の男とフランス人の男が話してた。結構流暢な日本語を話してたんだよね。フランス等の欧州は街並みが綺麗で羨ましいな。おいおい、あれは軍事目的による強制的な区画整理によるものだぞ。日本の街並みの雑多さはまさに人が生きている証拠であり美しい。背景はどうあれ、建物の調和のなさと看板の多さは美しくないだろう。俺の国は法律で新しい建物が建てられないんだぞ。過去に縛られているだけだ。いやいや、フランスの方が、いやいや日本の方が。お互い隣の芝生が青いみたいだ。振り向くと、昨日体験した和み話を一つ。使用で大阪に行くために地元の空港へ行った。なぜか外国人がたくさんいてね。お土産やら物産展やらを見学してた。飛行機の時間まで少し時間があったので、ロビーの椅子に座り、暇つぶしに PSP のゲームを始めた。ちなみにゲームはウィンニングイレブンの最新作ね。で、マンユーを選んで遊んでたら、後ろから視線を感じる。小さな声でイエスとか聞こえる。振り向くと白人の兄ちゃんがニコニコしながら見てた。点を取るたびにイエスとか、英語なんでわからんけど惜しい的な言葉を言っていた。ゲームは勝利で終了し、 PSP を片付けて振り向くと、兄ちゃんグッと親指上げて華麗に去っていった。妙に和んだ時間でした。兄ちゃんたちは旅を楽しめたかな。